はい。ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのは、キラーフレクエンシーですね。これはスイッチと PS5 ですかね。はい。どんなゲームなんでしょうか。えー、っと、一応これだけだとよくわかんないな。 ただいま深夜の0時,時をえただいま深夜0時を回りましたお送りしているのは189.16 18とかいうのかなザ・スクリームですここは、えー、アメリカ中西部ギャローズ・クロークの KFAMKFAM でいいんだよね KFAM ラジオ局、えー、あなたは何かの気配を感じる 深夜番組のオンエア放送を開始早々恐ろしい発見をしたという人が電話をかけてきた次の展開が人生を左右することになるフレクん違うキラーフレクエンシーは1980年代のアメリカ中西部のラジオ局を舞台にさらなる殺人を犯すために逃走中の 連続殺人犯からリスナーを救出するといった一人称ブラックコメディーホラーアドベンチャーゲームです。なかなか難しいな。いや、一人称ホラーアドベンチャーゲームだとしたら、今までの流れから、そうだろうな、そうだろうなと思ったけど、ブラックコメディってことは、これは B 級映画的なアドベンチャーゲームってことかな。割と、ほら、80年代くらいの映画って、ホラー映画って、割とこう、なんだろう、一歩間違えると、 コメディみたいな、ね、方向性のものとかあったりあとほらし最初に死ぬ人たちみたいなのは結構コメディ的に死ぬじゃないですか恐怖っていうか、まあ、まあ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 一歩間違えるとあのねいろんな映画のいろんなホラーシーンってコメディですからねまあ割とほらお笑いと親和性があったりするかまあだからそういう意味でブラックコメディなのかなって気もしますよねこのゲームでは深夜ラジオ番組の DJ であるフォレスト・ナッシュとなり 謎のさ、えー、殺人鬼に付きまとわれているリスナーを手助けすることになります。リスナーの命を預かり、ラジオ局に閉じこもり、孤独と恐怖を体験しましょう。80年代のレトロな曲を集めたジュークボックスを聴きながら、パズルを解き、命を救い、ス,スイッチボードを操作しましょう。ゲームではあなたが下す決断の一つ一つが、異なるせ、えー、結果をもたらします。 周囲を探索し手がかりを見つけパズルを解いてギャローズクロークの住民を死の恐怖から救いましょう。んこれはラジオ局内のだから DJ なのかなまあ自分自身がまあ、DJ って書いてあるんだけど DJ としてラジオ局内にとどまっていてそこでパズルを解く。<laughs> うんだからじゃあ。 じゃあ、このフ、フォレスト・ナッシュさんは、ラジオ局内をうろうろしながら、こう、なんか見つけたりとか、もしかしたら、こう、リスナーから届いた何かを見たら、パズルになってんのかな。ちょっとその辺よくわかんないな。これはちょっと、もう少し情報を、情報ください。<laughs> ということで、これかな、えー。一人称ブラックコメディアドベンチャーゲーム、キラーフレクエンシー、日本語パッケージ版が、これはいいや。<laughs> 読んじゃったけどいいや。はい。あ、 ここだに書いてあるな、えー、ゲームソース、あ、違う違う、そこの下でいいや。一人称ブラックコメディア,アドベンチャーゲーム、あ、ホラーアドベンチャーゲーム。えー、と。 ラジオ局を舞台に80年代から90年代のホラーコメディ映画をインスパイアされた本作でレコードを回し命を救い深夜勤務を乗り切りましょうってあるけどちょっと待って80年代から90年代のホラーコメディって言っちゃったよホラーコメディこれは要するに B 級ホラーってことでいいんだよねホラーコメディって言ってたかないやほらラブコメとかね恋愛系はなんかこう ラブロマンスとかラブコメとかこう、なんとなくこうシリアスか、まあのギャグかみたいなのあるけど、ギャグっていうかちょっとお笑い要素多いとかあるけど、ホラーっていうのはあんまりこのホラーコメディって表現してた記憶がないんだよな。まあ、あの、安く作られた映画は割とこう、裏側が見えたり、見、見透かせたりねするから、まあ、コメディっぽくなるかもしれないけど、でもコメディって歌ってたかなちょっとわかんないな。 キラフ「キラーフレクエンシー」は1980年代のアメリカ中西部のラジオ局を舞台にさらなる殺人を犯すために逃亡中の、えー、連続殺人犯からリスナーを救出するといった一人称ブラックコ,ラブラックコメディホラーアドベンチャーゲームですこのゲームでは深夜ラジオ番組の深夜ラジオ番組の DJ であるこれ同じこと読んでるからいいや <laughs> だからパズルを解くんだよねそこら辺の要素がもう少しなんかないのかな 恐怖の一夜が幕を開ける中さまざまな会話オプションを使ってリスナーと対話しながら手がかりや情報を慎重に聞き出しリスナーの悲惨な死を防ぐためにスタジオ周辺のパズルを解き8090年代にインスパイアされた曲の番組を進行させることができます。これれはあれかなだからリスナーの声 リスナーと電話対談対話みたいにするのかなって部分はあるし、まあ、パズルを解くっていうのあるしレコードはもしかしたら用意されてるやつを流すことによってなんか雰囲気が変わるとかストーリーの展開が変わるとかあるのかなまたスタジオの建物内を探索しターンテーブルやカセットプレイヤーなど当時の懐かしいアイテムに触れることもできます触れることはできるけどこれがパズル的な要素があるのか謎解きをするなんかの要素があるのかもしかしたら終盤になったらこう ここにこう殺人鬼が入ってくるとかそういうのもあるのか。まあなんかそこら辺がちょっと気になりますよね。映画でもなんかそういう設定とかありそうだもんね。で、次、80、あれちょっと待って。もう一個、ここも見とこう。ちょっともう少し、もう少し情報くださいよ。えー、っと、ここの情報でいくと、えー、っと、 プレイヤーは80年代のアメ,リカラジオ局アメリカのラジオ局の深夜番組の DJ となります。しかしあなたの仕事はただ生放送するだけではないようです。今回はキラフラクエンシーの特徴についてご紹介いたします。リスナーからの電話に対応する準備をしておきましょう。えー、ゲームソーセンターって、あ、怖いや。えー、っと、プレイヤーは80年代のアメリカのラジオ局の深夜番組の DJ となります。しかしあなたの仕事はただ、あれ同じこと読んでる <laughs> いや、同じのを読んでるならいいや。これと見れるのかなあ、ちょっとこれかぶってるな被かぶってるんだよな被かぶってるんだよないやいや。ちょっとなんか、なんか雰囲気はわかるんだけど、かぶってるんだよなこれはもしかしたらサイズ広げたりすると被らないのかもしれないけど。なんでこんな被ってるのかな。ああ、なるほどね。一、一人称視点で、 dj 体験をする感じかなうんでしょうねはいそれ以外はよくわからんわこれだとはいということで、えー、ゲームの特徴ホラーのコメディーホラーユニークなコメディーホラーでラジオ DJ を体験80年代のホラー感が満載のアドベンチャーでラジオの DJ になりましょう、えー、季節は夏から秋へと移り変わりハロウィーンが 刻々と近づく中、えー、今夜は静かで平和な夜になるのか、それとも致命的な夜になるのだろうか、そして電波は悲鳴を上げるのだろうか。ちょっと今のところゲーム内容の説明ゼロですね。はい。で、えー、っと、リアルタイムの決断と謎,謎解き、分岐型のダイアログで、えー、潜在的な被害者や容疑者など、数代わりな田舎町の個性的な人々と 交流ししましょう、えー、周囲を探索し手がかりを集め決断をして、えー、納得のいく謎を解きをし電話をかけてきた人みんながこの夜を乗り切れるように手助けしましょう、うんまあ、なんかパズルっぽい絵柄は出てるけどちょっとこれ海外のこれあれだよなローカル別ではない画面写真だよねこれ。<laughs> まあいいや。だからちょっとあれだねビジュアル的に言うとなんかリアルっていうよりはちょっと ちょっというだいぶかだいぶアニメ寄りな絵作りって感じなのかな画面がねなんかそんな感じがしますで、えー、完全ボイス化されたストーリーとレトロなサウンドトラックこのゲームはラんクラシックロックからシンセサイザーの名曲まで1980年代の音楽が満載ですこれらの音楽を堪能しながら完全ボイス化されたキャラクターの会話を楽しみましょう、うん これはボイスが日本語化されてるかどうか書いてないね。ボイスが英語とかでガーッと流れて字幕で出るのと全部日本語で流れてきて聞くのだとだいぶこれゲームの内容っていうかスタンスが変わると思うんですよ、プレイヤーも。でもこれ見てるとなんか結構画面写真の撮り方もこれ結構英語まんまなんだよね。こういうところローカライズされてないとしたら結構怖いな。1980年代のリアルな美学。 細部までリアルに再現されたラジオ局を探索しカセットやレコードプレーヤーなど懐かしさを感じる数多くの物理的なオブジェクトを実際に操作することができます、うん、だから多分ローカライズしてるのは日本語化をしてるというところであってあ日本語っていうのはテキストの日本語化をしてるというところではあるけど少なくとも画面にある立体物なり物なりの英語はまんま。 というのはとり,とりあえずわかります。まあまあ、映画と一緒ですよ。<laughs> 映画と一緒で、そこだけ日本語にしたりしないからね。問題はボイスだよな。ということでちょっと見てみましょうか。はい、ということで、タイトルキラーフレクエンシー、対応値プレイステーション5とニンテンドースイッチ、発売日が2023年8月24日で、価格が5480円、税込みだと6028円、ジャンルがブラックコメディホラーアドベンチャー、プレニ人ズが1人で対え、表示対応言語、 表示って書いてありますよ。表示対応言語が日本語、英語、中国語、簡体字、反対字、韓国語。だけど、あの、ボイスとは書いてないんですよ。あ、ボイスはこれ英語だろうね、多分。書いてないってことはね。うん、書いてないもんね。ということです。結構悩ましいよね。あのー、だって、ラジオ DJ として対話をしてやりとりするとか言ってるから、多分、 で、見た目はちょっとレトロチックなアニメ調の画面なんでしょう多分、ボイスの頼りが多いのに、そこをこう、何かをこう見ながらもう、ね、話が来たら字幕見なきゃ、多分下に付く字幕を見なきゃいけないとなると、結構難易度が高いゲームなんで、まあ僕もね、80年代、90年代ぐらいのホラー映画とか見てたから、まあ、 大体そういうのって海外のものだとしたら、まあ字幕で映画は見てて、まあ B 級映画を楽しむには多分、この英語で何か言ってるかわかんないけど、日本語の字幕のヘンテコさだったり <laughs>、ね、内容でこう、だからこそコメディを感じたりしてる部分はあると思うんだけど、 でも言語ね、ボイス、ゲームとして考えると、ボイスが、ちょっとちゃんとこう、ボイス日本語ですって言ってくれてないのがちょっと厳しい気がするんですよ。まあ、ちょっとそこら辺僕は個人的にすごい気になりました。皆さんもね、ここが気になるようだったら、ちょっとね、ちょっと難しいかなっていう気がします。はい。